なしの場合でやってみます。ちょっとこれだってちょっとずつね、こう一回入れるごとにちょっとずつやった方が、重りがついてない場合は、ない場合はこれ今塩で押されてますけど、団子抜けたんですけど、この穂先の曲がりが少しですね、重り負荷がかかってない、これ潮の抵抗と水深の水圧の抵抗だけでちょっと曲がってるだけで、こう緩めるとまっすぐになります。重りがついてたらもっともっとぐーっと入ってで、今度は重りつけてやってみます。まあ重りもいろいろあるんですけどね、潮の流れに合わせたものとか水深に合わせたものを選んでいくんですけどね、今水深が17メートルぐらいで、まあ、若干流れがちょっと底上が流れてるんで 5B ぐらいをつけます。そしたら安定してそこにいるんで、杭が悪い時はちょっと長めにして、はい、杭が立ってきたら当たりが長ければ長いほど当たりの出が遅いんですね。こう短くすればするほど当たりはすぐ直に出るんで、でも杭のいいのはちょっと長くするのがいいんですね。こう遊ばすとか餌を、して団子ついてます。抜けました。で、まあ、そこに着底したのが分かるという利点もありますね。これそこについてます。穂先はまっすぐになるでしょ。これついてるんです。でこう上げると重り負荷がかかって穂先がかなり曲がると。かなり流れてますね。ラインがもう向こうに、重りがついていても向こうへ流れてますからね。で今は重りをこう上げて潮に乗せてちょっとずつ向こうへ送っているっていう作業をやってます。中が荒れ。よし、食わせ丸エビ行ったのか。食わせ丸エビ。厳しいですね、これ。随分と。谷間に入ったかな。
これは来たでしょう。おお、俺は逃がさんぞ。おお、これは逃がさんぞ。とりあこりゃあバレた。ごめん。あれちょっと10時間ぐらいですかね。ああこいつの電話もなかなかでした。ああ嬉しい、超嬉しいっていう感じです。はい、おっと、元気エースはここのあんまり大きいのに、まあでかいか大きいなけど50ぐらいはあるか。よっしゃ来ました、やっと。中です、まあまあです。下見えてますよ、もう年なしや。よいしょ、でかい、でかいっすわ。おお、55、6個ありますよ。よし、亀じゃこですね。よう引いた。来ました来ました。綺麗なチンですねこれ。ポイント、団子の煙幕のちょうど境目ぐらいですね。煙幕が切れるか切れへんかぐらいの。なんで直下に入ってけえんのかが分かりません。
来ました来ました来ました。これ長いでしょ、ポーズ。昨日ぐらい。昨日と一緒か、ちょっと長いぐらいかな、昨日ぐらいかな。ええ当たりでしたわ。思いっきり押さえていって離しませんでしたわ。うわパワーあるわ。これ真後ろ今日な。どこの後ろ行くの、なんか後ろなんかある、なんもないね。かいでかいで、これはボロボロやね。しゃ、これも一緒ぐらいです。51とか2とかぐらいちゃいます。当たったでしょ。ああ、大きい大きい。おお、なしかな。あも、よし、やった分かった、やりました、ありがとうございます。いいいい、また帰れるぞ。帰れる鍵で。ボロボロやったけど。ああ。おった。おしゃれだ。あれ？おお、やりますね。おお。大きい。一回離したの？これ。何やろ？まだもうちょっとね。ジムちゃうんだ。ジムでしょ。じゃあ、かっこいい、こう、こうなる。あ、そうですね、それでいいです。いいの釣れましたね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でかい、でかい、長い。うわ長い。これ、最長寸やわ。うわっ、タモ入れへん。うわうわうわ、最長寸や。うわ長い。あ、それでも一番長いわやっぱりね、まさきさん。お、なんか当たってる。いい方ですね。見向きません。お、ありがとうございます。オッケーオッケーです。まさきさん、お疲れ様でした。うん、まあ暑かったですけど。暑かったですね。すごいですね、でも ね、ここのあのポテンシャルというかね。最初はね、昨日はね、ちょっとどうなったか構えとかでね、苦労しましたが、界隈こういったね、湾内がいっぱいあって、うん、イカダカセもたくさんありますけども、うん、釣れますね、肩も大きいし、ね、最後でね、うん、そうですよね、トシナシが岩白鳥したような、トシナシが普通に出ますね、うん、もったいない。もうせっかくね、こんだけ釣れるのに地元の方以外におられないんで、そうですね、聞くと県外の方とかね、うん、それはやっぱり大分の方、地元の方やってもらわんと、これはもったいないですよ、ね、うん、すごい釣り場があるというのは ね、私まだ引っ越したいぐらいです。まあですね、私まだもう一回近いうち来ようと思ってますけども、あのちょっと振り返ってみると、まあ最盛期突入してますけども、やっぱりその分水温高いんでね、餌取りも
多い。カワハギのとこ、私のとこ多かったですね。これがちっちゃいやつですけど、まあどこ行ってもおるって感じやね。でオキアミとか柔らかい餌だけ取ってコーンとかサナギは残してくるという感じなんで、うん、まあ私的には団子の中にね、激アラであったりコーンであったりをふんだんに混ぜて、それにまずチヌに慣らしてですね、うん、でまあオキアミも使うけども激アラのサナギやコーンをメインにやれば大きいのがね出るんじゃないかと。私も普段2袋ぐらい入れるんですけど、うん、3つ4つ、うん、今日は3つ入れましたね私もね、うん、まあまあ2日、実際には1日半です、ね、うん、ですけども、まあ、この後ねそれぞれみんな、うん、まあ、みんな時間もあるんで、ね、帰っちゃいますけども、うん、ね、しまうん惜しかったぐらいですね。ほんまですね。まだパンパン釣れてたんで、後ろ髪引かれ、ね、引かれる思いで、またこういう、はい、チャンスを作っていただいてね。そうですね。バルキューさんにご一緒にさせてもらって、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、どうも、はい、お疲れ様でした。